クライマックスシリーズファイナル初戦とシーズン最終戦をねやるかどうかっていうところが正直迷うところです。2試合あると1時間半だから、まあまあまあやるか。ちょっと横浜戦見てきめよう。横浜戦が延長12回まで来たらちょっと考えます。あんま強くねえけどさ、村上頼むよ。村上たるんでるって。村上頼むわ。しょぼいってお前。危ない危ない。危ねえな。このゲームの中はね弱いんよ、うん、こ村上くんに厳しく当たってるんじゃなくて、ゲームの村上くんがねあんま強くないんで。まあ今の査定で作るならね、もうストレート A でもいいかなと思うけど、あんま強くないから消化試合感ないもんね。岩崎使うんだと思ったもん俺今日。いいね友や。はい友や、素晴らしい。はい、ブギリゲンマン。いいね。はい、出るわけ。はい、はい、はい。151メートルですよ、出るわけ。今日も打ったけどな、確か。素晴らしい、出るわけ。今日も打つと打つんだよな。リアルで打つと出るわけ、ゲームでも打つんよ。本当に素晴らしい選手。本当に素晴らしい。で寺脇の、ね、今日の成績をなんか今日というか最近の成績見たけどね、やっぱねもう8、9はねすごいよ。8、9、3は8、9だっけな。8、9、3割やからね打率。8、9打率3割だから立派立派。今やもうあれでしょう、確か今日見たけど2割6分まで上がってたからな。あれ寺脇いいよ。いいね。あーいいねいいねゆうすけ。しかもいい走塁やね、うん、しかもいい走塁やわ。素晴らしい。そう関西ダービーがほんといいわ。最高でしょ。はいどうもや。関西ダービーいいと思うんだよな。なんか優勝パレードもねなんか同じ日にあるらしいから。いいね、めちゃくちゃいいコースや。先ほどの打席最後は空振り。あ、コーチャー検証もよかったかな。前の打席はタイミングが取れてない感じです。打ちました。いいね。村上くんマジでいいわ。積極的に行きました。村上くんマジでいい。素晴らしい。期待以上です。まあ今のはでもコース厳しかったか。テストいいね。テストも今日リアルで打ったもんな。うん。テストも今日リアルで打ちました。本日が、10月4日。10月4日のヤクルト対阪神のね最終戦で打った2人、佐藤輝明と山田哲人が今日打ってくれました。素晴らしい。まあ岩崎ピシャリするか。あれ結局リアルな阪神と一緒だ。あれさっきリアルな阪神なんで消化試合のに岩崎使うんだろうとか言ってたけど、俺も消化試合のに最終戦で9対0なのに岩崎使ってるわ。そういうことか岡田監督。岡田監督の気持ち分かったわ。そういうことね。いいコース、素晴らしい。はい、最終戦勝利。すごい日だな。千賀がシーズン200投球回達成、これからも頑張ります。上沢がシーズン200投球回達成、これからも頑張ります。マー君がシーズン200投球回達成、これからも頑張ります。いいね、200投球回が3人並んでるな。ただ俺見逃しないよ、上沢とマー君大量失点してるもんな。うん、200イニング投げるために頑張ったんだろうな多分。うん、マー君も上沢も200投球回達成頑張りますっつってるけど大量失点してるからな。それじゃ意味ないな。それじゃ意味ないんよ。いや文句ねえわ、文句ないオーダーです。いきましょう。ファーストステージ、ね、20ゲーム差つけて優勝してますから、我々力の差ってやつを見せてやりましょうよ。ヤクルトスワローズさんに見せてやりますよ、この甲子園の舞台でいかに我々が強いかということよ。チームセントラルリーグ、我々はもう阪神タイガースじゃない。
チームセントラルリーグっていうかもはや日本代表。また嫌なバッターですから、こういう時の村上はアウトコースが怖いんよな。アウトコースちょこんって打ってね、この甲子園のレフトスタンドに叩き込まれる未来が俺は見える。あえてインコースだと思う俺は。これはあえてインコース、まあ、インコースゴリゴリ引っ張られる可能性もあるけど。ナイスナイス。真ん中低めか。やらしいとこ見るね。これは分かんないな。もう盗まれた。おもんねえ。こいつらおもんねえよマジで。盗むねえ高津。サイン盗んでるやん。もう確信だろ。先生と戦おうよ。約束したやん。実感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 。ここで打ってくれるんよな。ストライクじゃないだろう。買収もされてるやん。サイン盗みと買収許していいんかこんなの。サイン盗みで買収もしてるやん。ストライクじゃないもん今の。ナイスナイス。ここで男山に託すしかないわ。頼む男山頼む。でもこんなゲームフォアボールになっちゃうんだよな。こんなしびれる場面でおもんないことしてくんのよなこのゲーム。あ違うフォアボールじゃない。ここは大山振らないように注意したい。なんやだ。誰ライト今。ここは綺麗に今ライトに優しさ出た。優しさがライト。じゃあ後で連絡先教えてねライト。ライトに後で連絡先聞こう。焼肉おごろうライトに。向こうがねやっぱ盗むとか買収するんだね。やっぱするの。こっちも選手買収しよう。宮本城ね。オッケーオッケー、ありがとう。後で LINE 教えて。うん、試合終わったら連絡するわ。焼肉おごるわ。チーム総出で、チーム総出で焼肉おごります。テルアキ頼む。ガイアガイア、テルアキガイアやって。ここクリーンアップですから。テルアキ前にボールを飛ばせません。同点逆転のチャンスでした。いつ打つんだよじゃあ。満塁は変わりません。ちょっともやってセンターへ。いやこれ一緒に来るよ。もう弱すぎる。逆転することはできませんでした。無理だこのチーム弱えわ。力の力力力の力力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 。最後はライナー掴んでアウト。これで負けてんだよお前らよ。何幹部巻き食らってんの。なあタイガース痛い敗戦となってしまいました。お前ら家帰れると思うなよ。なあ笑ってるやついねえよな。アドバンテージなくなったじゃん。お前らこんな不甲斐ない試合するから。イントネーション終わったわ。イントネーションが終わりました今。マサチャーチカイチ知ってんでさ。何してんのマジで。舐めてんな。あ、ホークス上がってる。ああチーム内衝撃。柳田離脱か。衝撃すぎるだろ。それは。このタイミングで衝撃すぎるって。大丈夫か。まあ、とりあえず今日に関しては、シーズン最終戦とね、まあ、シーズン最終戦はすごい内容良かったんですけど、始まったね、クライマックスシーズンファイナルで、まさかの奥川君にね、ケチョンケチョンにされて、その後はね、ヤクルトの盤石のね、中継ぎ陣に、まあ、抑えられて、1-0 で負けるっていうね、まあ、ちょっとサイン盗み疑惑と、審判買収疑惑は、ちょっと許せないですけど、ちょっと許せないけど、まあ、これがね、やっぱスポーツの世界なんで、ちょっとね、ちょっと汚い世界になっちゃったかもしれないけど、まあ、こういう勝負の世界はね、やっぱどうしてもそういうのが発生しちゃうから、まあ、それがあってもね、勝てるようなチームにならないと。チームにならないとっていうか、それがあっても勝てるチームなんだけど、メンバーだけ見れば。まあまあ、とりあえずまあ5分になっちゃったんで、次回からね、
まあトントンというかね、同じ目線でヤクルト戦ってね、力勝ち進めなきゃでね、日本シリーズ目指しましょう。